の国、加賀の国の方に移って、うん、そして、そこに今居ついてると、うん、でそこにスクールをしていると、うんうん、ということの情報は僕は知ってるんですけどね。いやいや、私もね、あの人を批判するというか、このできました。ああ、よかったです。あ、私の方も、あ、籠池さん、私の方もなんかおかしくてですね、これ、もしかすると、妨害入ってますね。あの、音声が全く聞こえなくて。で、今、あの、私、チーキャスって言って、日本製の、あの、配信のとこあるんですよ。そこで、あの、始めました、また。で、今、ちょっと裏でやってたんですよ。で、私の、あの、チャンネルでも音が聞こえないとか、聞こえてます、聞こえたって書いてます。ちょっとこのあのチンだけ鳴らしますね。はい。ということで、あの皆さんこんばんは。あのもう一回改めて。二人とも全然お父さんもパソコン用意合わないし、もう私もなんかでも本当になんかこうしてあの育ててもらってます。ありがとうございます。いや、あの今回は僕の。高木さんがね、3年前にね。わざわざ大分から新大阪の方に来ていただいたでしょう。ありがとうございます。またそのままね、あの帰っていかれたでしょう。ええー、あの貧乏だったもんで、はい。本当にね、感謝してるんですよ。今でも貧乏ですけど。あの時のね、高木さんね、はい、私たちのパソコンのあの触り具合見て、どう感じてられました？あ、いやいや、でも別にあの籠池さんたちが特別じゃなくて、大体みんなそんな感じですよ。いや。私なんかもうな、もう本当に思いが悪いぐらい、もう何回も何回も高木さんに聞きましたもんね、高木さん。あ、そうですね。ご迷惑かけました。もう今聞かれた方ですね、あの音声が復旧したんですが、これ大分の、高木さんというね、私たちが YouTube をするきっかけをね、作っていただいた方と今お話をさせていただいてます。まず最初には、安倍首相 の狙撃の事柄についてどうですかということと、そして今はあの参政党の神谷氏のことについて今お話をしてたところですね。そうですね。はい。どうもすみません。いえいえ、とんでもないです。あの多分、はい、あの私と籠池さんが喋るとあまり嬉しくない、いろんな、あの念が飛んで、こういうことがあるのかなと。むしろやる気が出たというかですね。頑張って話したいなと。画像が悪いけどよかった。高木さん存じ上げませんでしたということを書いてらっしゃいます。ああ、いや、どうも、はじめまして。聞こえています。ありがとうございます。ちょっと。いや、まあ、ちょっと私の方からいいですか。私は、はい、YouTube を籠池さんたちにお伝えしたのは、私それまで籠池さんご夫婦と何の縁もなかったんですよ。それで、私のリスナーの方から籠池さんご夫婦とお話ししたいですか、高木さんって言われたので、もちろんね、その国家の中枢をご存知の籠池さん、さらに証人喚問の時、私はテレビで、拝見させていただいた時の、はい、籠池康則さんのあの胆力、はい、あれに感動してまして、いや、ぜひともですね、一度お話ししたいということで、お話しさせていただいて、で私が、聞いてた話とですね、籠池さんたちに聞いてる話が全く違うと、全く、もう360度違うと、本当に、180度ですね。360度混ざっちゃう。で、これは私だけではなく、やはり日本国民の方にしっかりと一時情報として、ろくでもないマスコミとか、ろくでもないライターに、歪曲されないように、お伝えするべきだということで思いまして、それで、YouTube が一番いいですよ、ということでお伝えしたという、そういった流れです。はい。ありがとうございます。いや、本当にね。でもあの時は本当に正直無理って思ったんですけど。いや、無理って言ってましたよね。こんだけなんか言ってくださるんだったら私もできるかもしれないと思って、でパソコン持ってなかったからパソコンを買って、で高木さんがちゃんと全部設定から全部していただいた。懐かしいな。それから3年経つんです。早いですね。早いですね。ありがとうございます。いや、もうさらに、その、
籠池さんたちが毎日、本当にほぼ毎日ですね、配信される姿に本当にもう感動しました。中久さんもそうじゃないですか。いやいや、僕はもう全然あれなんダメなんですけど、いや、お二人でずっとですね、やはり真実をね、お伝えしてると。まあ、本当にね、日本人の中にも捨てたもんじゃないなと。まあ、大体、神谷宗平みたいなろくでもないですね。なんか、もう私からしたらですよ。まあ、神谷さんと直接会ってないですけど、私からしたら、いや、ダメですよ。そういうな森友学園の悪口を言ってね。なんか、自分はあんなとこはダメだからと思って出てきたと。そうなんですよ。そういったことを言ってね、はい、なんか保守と言われるような人たちに、なんか自信を持たせてですよ、はい、そして、あ、籠池は悪いやつなんだという再び気持ちを持たせてね、そして自分の方に、振り向かしていこうというような、そういうやり方いうかね、一番ずるいやり方。いや、僕もそう思います。籠池さんに文句があるなら直接言ってこいやと。だって、お世話になってるわけですよね。そうお世話になってるのに、それをあっちの方で、いや、籠池はどうこうだなって言ってですよ。で、全然その電話もないわけですよね、何か、最初取っているのか。全く。ですよね。うん、いや、私、だから、そういう、なんで、連絡しないんだろうというか、私ずっと思うんですよ。その文句があんなら、直接お話ししてね。で、それで、そこで、まあ、喧嘩別れしましたでは、それはそれでだと思いますが、そういうことは一切なくは、いつもニコニコしてね、彼は。ほいで、ちょっと私も籠池さん知ってるので、何を言ってんだろう、こいつは、と思って、ただみんな、わーってなってるわけで、参政党こそがね、日本を、復活させるんだと。神谷宗平は神なんだと。そんな感じだったんで、これは。神谷言ってる。いや、もうそんな感じです、本当に。神とは言ってませんけども、中を見て、話を全部聞くと、もう神谷宗平も、というカリスマですよね、もう。彼らからしたら。これで、この参政党こそがね、この腐り切った日本を再生するんだと。だから、アンチはね、黙っとけと。まあ、それはね、はい、神谷宗平さん自身が腐っててね、はい、ね、もう、なんていうんですかね、そういうふうな嘘を言って、そして、なんや、自民党にもちょっと呆れてて、はい、そして維新にも入れてない人が、まあ、中ぶらりんの状態の人がいるじゃないですか、そういう人をこうかき集めて、やろうとしてるなんていうのはね、やはりね、これね、坂本龍馬が聞いたらね、龍馬の龍馬プロジェクトをやってると言ってて、そのなんか全国のなんとかな会の事務局長をやってた人ですけどね、はい、坂本龍馬がもう本当怒って出てきますよ。いや、もう私もそう思いますよ。だからその私たちこそが獅子なんだとかね、その時代錯誤的なこと言ったらいかんですか、はい、やっぱり。で、私はですね、今の日本って本当に危ないじゃないですか。その台湾戦争もあるかもしれない。で、その台湾戦争があった場合、これは日本も無傷ではいられないかもしれない。で、そういった時に外交が非常に大事なわけで、まさにその松岡洋介みたいなね、国会を脱退しちゃってね、これでドイツと組んで、ナチスと組んで、で、ソ連を敵に回してって言ったら破滅になるわけですよね、結局。はい。はい。で、これ、今の日本だってね、で、安倍は暗殺されて、それはまあ良かったなと、私は個人は思うけど、ただ、彼が暗殺された結果、また魑魅魍魎の類が、さらに、バッとするようになったようなね、そんな風に私は感じて、この1ヶ月、夜も寝れないと。いや、もう本当にもうドキドキするっていうか、もう、はーって思ってる中ですよ。はい。参政党の支持してる僕の友達もいっぱいいるんですわ。で、そこに行った人たちは、何言ってんだ、高木さんと。